はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。少し前の動画で、エラーコード5665や、エラーコード5461という、要するにブランド名、メーカー名に関するエラーについてお話しさせていただきました。これから、独学でアマゾン物販やられる方、また、そういったエラーに悩まされたくない方っていうのは、一つのやり方として、ノーブランドで出品するっていう方法があります。今回は、ノーブランド出品の方法についてお伝えさせていただきま せていただきますこの動画下の説明欄にこちらの文面と全く同じ文面があります日本アマゾンの場合は上の方アメリカアマゾンの場合は下の方の url や説明っていうのが重要になってきます今回はアメリカアマゾンの実際の画面を使って手順を解説させていただきますがやり方自体は日本でもアメリカでも同じなので日本アマゾンで販売しよう中国輸入やろうと思っている方もぜひ参考にしていただければ幸いですまず製品コード免除を申請という url をクリックしてください日本アマゾンであればこちらになりますそうするとこの画面が出てきます製品コード免除を申請する際の大切なポイントは商品のカテゴリーごとにいちいちノーブランドで出しますよノーブランドで出しますよっていうことを伝えなければいけないというポイントですよってこれから皆さんが出品しようと思っている商品はどのカテゴリーから出せばいいのかっていうことをまず調べる必要があります在庫タブ商品登録をクリックしていただき amazon で販売 されていないな商品をを追加ししまますすククリックしますこちらの検索窓にこれからご自身が出そうと思っている商材のメインのキーワードを入力してください。タスキ掛けするようなバッグをクロスボディバッグというんですが、クロスボディバッグの男性用を出すのであれば、クロスボディバッグ、メンなど入力し、虫眼鏡のマークをクリックします。そうすると、このカテゴリーから出すのはいかがですかという提案、該当の候補が出てきますので、この候補の中から皆さんの商材 すこのカテゴリーを選んじゃいけないだとか、ここから出してはダメだっていうことはないので、あんまり難しく考えないで進めてくださいね。例えば、キャンピング関係のクロスボディバッグを出すのであれば、キャンピングハイキングっていうカテゴリーから出すといいと思いますし、旅行にも使える通常のアパレルとして出す場合は、例えば、ラゲージトラベルギア、要するに荷物入れや旅行用品というカテゴリーから出せばいい わけです。この上の候補だとスポーツアウトドア下の候補だとクロージングシューズジュエリーとありますこの一番大きなカテゴリー俗に言う大カテゴリーのカテゴリー名ごとに製品コード免除の申請を行う必要がありますので今回はクロージングシューズジュエリーというカテゴリーを選択したいと思いますここで今一度先ほどの製品コード免除を申請の URL をクリックしていただき商品カテゴリーのところにある選択をクリック しし該当すする商品のカテゴリーを選択します今回はクロージングシューズジュエリーですね。そしてこの右側、ノーブランド品またはセット品の場合はノーブランド品とって書いてありますが、ここで何を入力するかがトラップになってますので気をつけてください。日本アマゾンの場合はノーブランド品と日本語で入力し、アメリカアマゾンの場合は英単語でジェネリックと入力してください。こちらに入力しましたら、利用資格の確認という黄色い ボタンンを押ししていたただければ指定したカテゴリーーからノーブランドで商品登録を行うことがでできます。では、商品登録のボタンをクリックして、実際のノーブランドでの商品登録に進みます。先ほどカテゴリー名を探した時と全く同じように、Amazon で販売されていない商品を追加しますをクリックし、先ほど入力したように、商品のメインのキーワードを入力し、虫眼鏡のボタンをクリックします。下に候補が出てきますので、ご自身の商品と一番マッチするカテゴリーの選択をクリックします。 ここから商品登録していくんですけれども、ノーブランドの出品登録の際、今から私がお伝えする手順の通りに進んでいただくことを強くお勧めします。必須入力項目は赤く表示されているのでよくわかると思いますが、必須ではないけれども、納品手続きをする際に先に入力しておいた方が楽になるような項目もいくつかありますので、私のやり方をぜひ死守し,していただければ幸いです。まずブランド名のところにアメリカアマゾン であれば先ほど入力したようにジェネリックと入力します日本アマゾンであればノーブランド品と入力する形になりますその後右上その他の項目をクリックし上のタブもすべて表示させます次に出品情報をククリック ックし一番下の方にある開始日を提案するこちらの日付をなるべく先の先の未来に設定してくださいこの日までは間違っても出すだろうという日付をとりあえず入力すれば OK ですさらにその下フルフィルメントチャンネルのところアマゾンが発送しカスタマーサービスを提供しますにチェックが入っていなかったらチェックを選択しこの設定を保持するというボタンをクリックしてください次にコンプライアンス情報のタブですまず見てみると電池に関する項目 項目が2つあります。電池付属のところは必ず NO もしくは EA を選択し、この商品は電池本体ですかまたは電池を使用した商品ですかについても NO を選択しますもちろん電池が入っている商材に関してはイエスと選択してくださいさらに下の方に進んでいくと危険物に関する項目が2つあります。こちら入力しておかないと納品手続きの時に1バリエーションごとに入力する必要がありますので今のうちにやっておきましょう選択タブをクリックして いただきノットアプリカブル該当なしをクリックしますその下分類危険物ラベル適用されるものをすべて選択の右の選択をクリックし一番下 amazon スペシフィックノーラベルウィズバーニング amazon で該当する警告ラベルがありませんを選択しますもちろん何かしら当てはまる項目がある場合はそちらを臨機応変に選択する必要がありますが基本的に初心者の方が出す商品でここら辺の危険物法令に該当する 詳細を出そそそうとしていいいいいるののののででであればその商品自体扱わない方ががいい場合が多いのでその点はご留意ください次に詳細タブですまず詳細タブの中の商品の公開日という項目があった場合はこちらもこの日まではいくらなんでも出すだろうという未来の未来の日付を設定しますそしてその下商品の寸法ではなく放送の寸法の方を入れておいてくださいこちらも入力しておかないと納品手続きの時に1バリエーションごとに何もます 何何度も何度もも同じ数値を入力すすることになります例えばこちら 10×5×5 単位はインチととりあえず適当に入力させていただきますね実際商品のサイズは分かっていても商品の梱包サイズってよく分からない場合も多いと思うんですねその場合は商品のサイズから推測してざっくりと入力すれば OK ですしその下商品パッケージの重量については商品の重量を入力すれば OK です今回はとりあえず20 オンスと入力させていたただきましたここまで進んだらようやく下ごしらえが終了です。バリエーション登録に進みます。各商品必ずバリエーション出品することを強く推奨しております。今回は例えばカラーバリエーションで登録する場合、カラーをクリックし、その下に具体的なカラー名を一つ一つ入れてアッド、追加を押していきます。今回はとりあえず二つ、ブラックとレッドを入力しました。そうすると下の方にバリエーション の詳細を入力するところが出てきますまず、カラーマップについては必須入力項目になりますので、レッドとブラックをそれぞれ選んでいきます。ドンピシャのカラーがない場合は、近似値、近い色を入れてください。次に、出品者 SKU こちらも必ず入力することをお勧めしています。入力しない場合、自動的に適当な記号が羅列されたものが付与されるんですが、そうすると、同じ商品にもかかわらず、納品手続きの際に、こちらとこちらが全然 全然違うところに表示されてしまうんですね。よって同じ商品のバリエーションについては頭を同じにする必要があります。例えば ブ001までは同じでレッドなので R と入力し、下の方にはコピーして貼り付けて、レッドの R をブラックの B に直すという形で頭の方は揃えてあげるようにしてください。こちらに関しては特に細かいルールないので、ご自身が分かりやすいような識別番号だと考えていただければ幸いです。そして、この後一番重要なポイントです。ノーーーブランドドで出品するとということはバーコードがありませんよ GS1 事業者コード とジャンコードと呼ばれていますがそれらを付与することはしませんよということですよって商品コードのタイプを選択したり商品コードを入力する項目がありますがこちらには絶対に何も入力しないでくださいあとはコンディション商品の販売価格在庫になりますこちらは統一して入力できるものなので左上の一番上のチェックマークにチェックを入れると全てにチェックが入りますコンディションに関しては新品を金額に関して ではとりあえず比較的平均よりも高めの金額を入れます。在庫に関しては必ずゼロと入力してください。もしここに1以上の数を入力してしまうと販売開始になってしまいます。とはいえ先ほど出品情報タブの開始日を提案すると詳細タブの商品の公開日を未来に設定しているので問題はないんですが、とにかくこちらは FBA 納品、要するに Amazon の倉庫に納品して Amazon から発売するという場合はゼロにしていただきます。 入力しましたら左上変更適用をクリックしていただければしっかりと一つ一つの項目に入力したデータが反映されているはずですそして最後重要情報タブに戻りますとりあえず今回は解説なのでこちらの詳細のタイトルをそのままパクって使用することにします実際既存の商材のタイトルを丸パクリするのは良くないのでそちらについては以前出した商品名の付け方という動画をご確認いただければ幸いですこのような形で商品名を入力したらここ ここでも一つポイントがありますノーブランドで出品するものの商品のタイトルの頭にはご自身のブランド名を入力していただいて結構ですこうすることによってむしろノーブランドで出しているんだけれども自分のブランドの商品であるということをアピールすることができますさてあとは赤い枠がついている必須入力項目に入力もしくは選択をしていけば ok です上見ていただければわかるようにまだ入力しなければいけ ない項目があるタブはびっくりマークが出ていますのでそちらでご判断ください今回の場合素材はとりあえずコットンと入力します対象年齢は選択式なので面を入力しますここまで入力すると保存して終了のボタンが押せるようになりますどこのタブにも赤いびっくりマークが出てないことを確認して保存して終了を押せば出品登録が行えます最後に1点ポイントになります出品登録が行っ で商品が FBA に納品されるまでバリエーション出品していてもこういったバリエーションの項目っていうのは商品ページ上に表示されませんそもそも商品の公開日を未来に設定していたらこのページを見ようと思ってもご自身のページには総理この商品ページはまだありませんっていう形で表示されるので商品ページすら見れないわけなんですがバリエーション出品したにもかかわらず商品ページが見れるようになった後もまだバリエーションが表示されませんっていうこと とよく質問されますバリエーション出品しても在庫が実際にアマゾンに納品されるまでは商品ページが見れる状態になっても商品のバリエーション自体が選択できない表示されない状況になっていますのでそこは心配しなくても大丈夫ですというわけで今回はノーブランドつまり製品コード免除を申請して出品登録する方法についてお伝えしました今回の動画参考になったなって方よろしければ高評価チャンネル登録いただければ後陣ですまた今回 ノーブランドで出品登録しましたがしっかりとエラーコード5665や5461の解除を行って出品登録する場合はブランド名をジェネリックではなくご自身のブランド名で入力すれば OK ですそしてご自身のブランド名で出品する場合はバリエーションタブにビックリマークが出たことからもわかるように実際にジャンコードを入力して商品コードのタイプで EAN を選択する必要があります最後までご清聴くださりありがとうございました